バルザックは京都で結成され、以降現在も大阪を拠点として活動している4人組のパンクバンド、ディスクユニオン所属。ホラー映画とパンクロック、ハードコアを融合したホラーパンクのスタイルで活動。サウンドの基本はパンクやハードコアだがデジタルロックの要素を取り入れたサウンドもある。アメリカ、ヨーロッパのレコード会社とも契約、海外にも 熱狂的なファンが存在し、定期的に海外ツアーも行っている。パンク、ハードコアだけでなく、ビジュアル系のバンドとも交流がある。1992年、京都でヒロスケを中心に結成。全身バンドアストロゾンビーズから、そのスタイルは、アメリカの伝説的、パンクロックバンド、ミスフィッツの独特なホラーロックサウンド、そしてデビロックと言われる。 独特のヘアスタイルを本格的に継承したホラー映画のイメージコンセプトをさらに追求したホラーパンクバンドとして結成。1993年、ギターに現メンバーの厚紙の加入を機に精力的なライブ活動を開始。地元京都、大阪を中心にライブ活動を行う。1995年10月31日ハロウィンにファーストアルバム。 ザラストメンオーエヌアースを大阪のインディーズレーベルのアルケミーレコードより発売。1996年には大幅なメンバーチェンジを経て、ベースに現メンバーの秋尾が正式加入。1997年10月31日ハロウィンにインディーズレーベルファランクスレコーズに移籍し、セカンドアルバムディープ・ティーンエージャーズ・フロム・アウター・スペースをリリース。同年には、 再結成を果たしたミスフィッツの初来日公演のオープニングアクトを果たした。1998年10月31日ハロウィンにサードアルバム13ステアウェイザ・チルドレン・オブ・ザ・ナイトマイナスをリリース。1999年3月にはソバットとのスプリットアルバムオル・デビルズ・レジェンド・オブ・ブラッドをリリースしカップリング全国ツアーも実施。 同年10月31日ハロウィンには、マキシシングル、イントゥーザ、ライトオブザ13ダークナイトを発売。2000年1月には再度来日した、ミスフィッツのライブツアーに同行。この時から、ミスフィッツとの本格的な交流が開始。またザマットカプセルマーケッツと、全国ツアーも行うなど、精力的な活動を展開。同年12月、ジャケットを、 丸尾末広が描き下ろした通算4枚目となるアルバム全能なる無数の目端を指さすを発売。2001年秋、新しいドラマーとして現メンバーの高雪が正式加入。2002年1月にはミスフィッツと3度目の日本ツアー全公演に同行。3月20日にはミスフィッツとのスプリットシングル作品ミスフィッツバルザックドンとオープン。 ティル・ドゥームズ・デイをリリース。この作品はアメリカでも同時発売され、初の海外リリース作となる。4月に発売された通算5枚目のアルバムは、高雪が叩く最新アルバムと、1995年に発売され、廃盤となっていた、ファーストアルバムの再録版が2枚組となった、テディファイング、アート・オブ・ダイイング、ザ・ラスト・メン・オー・エヌ・アース2が発売。また、 同年10月31日、アメリカ・ニューヨーク、WWE ザワールドにおいて、ミスフィッツ主催のハロウィンの特別公演にも出演。2003年8月にはアメリカにおいて単独作として、初のベスト版アルバム、ビヨンド・ザ・ダークネスを、ミスフィッツ・レコーズ、リコ・ディスクよりリリース。それに伴い、ミスフィッツ、ダムド、アグノスティック・フロントラと1ヶ月にわたる全米24ヶ所の、 アメリカツアーに参加。同年9月には、ヨーロッパでの第一弾作品として、ドイツのインディーズレーベル、G ・フォースレコーズより、ベスト版アルバム、アウト・オブ・ザ・ライト・オブ・ザ・13ダーク・ナイトをリリース。同年発表した通算6枚目のフルアルバム、Kame Out of the Grave は、ヨーロッパ版、アメリカ版として、海外でもリリース。2004年5月から6月にかけて、ドイツ、 イギリス、デンマーク、チェコ、オーストリア、スイスを中心に約7週間、33カ所に及ぶ、ヨーロッパツアーを行った。2005年リリースのシングル、DARK は前年、ドイツの伝説の古城、フォコンスティン城を借り切って撮影した、バルザック発のホラーショートムービーを収録した、DVD との2枚組という特殊仕様で発売。同年4月には、丸を末広描き、 オロシのアートワークがジャケットとなったミニアルバムダーク ISM を発売。2006年3月には通算7枚目のフルアルバムディープブルーカオスフロムダーケズム2をリリース。2007年3月にはヨーロッパでのレコード会社を岩上に移籍し移籍第1弾作品パラノイドドリームオブザゾディアックを発売。またダイエルツテのドラマーベーラビートのスプリット CD も 同時発売し、ヨーロッパでの活動をさらに精力的に展開。同年3月27日よりムックとのカップリングツアーをドイツのハンブルク、ケルン、ミュンヘン、ベルリンで行い、4月1日からは3度目の単独ワンマンヨーロッパツアーを決行した。同年秋にはアメリカでの通算3枚目のアルバムディープブルーカオスフロムダーケズムをミスフィッツレコーズより発売し、 カナダのトロント、モントリオールとアメリカのニューヨークを中心とする全7会場の4度目となるアメリカイーストサイドツアーを実施。2008年3月8日にトータルタイム4時間にわたるヒストリー DVD エビルレジェンド1とエビルレジェンド2を同時発売。4月には8枚目となるフルアルバムヘイトレットディストラクションイコールコンストラクションをリリース。 このアルバムは7月にヨーロッパでもリリースされ、翌8月にはドイツツアーを決行。そのツアーでは5000人のパンクが集まるドイツ国内最大級のパンクフェスティバルエンドレスサマーフェスティバルにも出演を果たした。2008年12月1992年から1993年にかけて自主制作されたデモテープに収録されている曲を 現メンバーで再現し、CD 化したザバースオブエビ of、Evil、をリリースし、同時に8枚目のアルバムヘイトレッ e ディストラクション i o n Equal c o n s t r に収録されている全曲のミュージックビデオシュート、8月に行ったドイツツアーのドキュメンタリー映像が同時収録された DVD をリリース。2009年3月8日に大阪キングコブラでザフィンディッシュグールーズナイトボリューム o l 14308は、 バルザックの日スペシャル。ワンマンライブ。バルザック・ソバットのスプリット CD オルデビルズの発売からちょうど10年目を記念して、当時のデモテーク等を収録したオルディバイルズ・イズ・オールド・デビルズアルティメットレアトラックス1999とサードデモテープボックスを現メンバーで再録したワンナイト・イ・ウンヘルカセットボックスを発売。4月8日 アグレッシブドックストリビュートアルバムに秋用の希望で、アグレッシブドックスの大名曲、Do IT Yourself をカバーで参加。6月、ゾディアックボックスセット、ゾディアックイズアライブ、発売。8月21日、AA イコール上田武志氏プロデュースのミニアルバム、パラドックスをリリース。CD アルバムリマスター CDW、ペーパースリーブシリーズアナログシングル &CD シングル。 スプリットアルバム&、スプリットシングルトリビュートアルバム&、バリアスアーティストビデオ DVDCD アルバムアナログ、シングル&、スプリットシングル CD アルバムバリアスアーティスト、シングル&、スプリットシングルゾディアックザディレンジドマットゾンビーズ。ありがとうございます。